それがあんたの息子か。キリュウ、お前、いつからそこに。いい女だな。趣味のいいガキだ。まあ、悪かね。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。旦那じゃないですか。ん？誰だお前。俺ですよ。もしかしてお前田村か。そうです。いやー、お久しぶりです。お前死んだはずだったんじゃ。お恥ずかしいことで、外じゃそういう話になってるみたいですね。青木からでも聞いたんですか。ああそうだ、俺の事件を追ってて東京湾に浮かんだって。さすが花屋さんだ。完璧に情報でっち上げてくれたんですね。どういうことだ。実は5年前サイの河原に入ってボスと知り合ったんです。そして情報屋としての自分が足元にも及ばないことを感じてね。それで姿を隠してボスの部下として働こうと決めたんですよ。でもどうして死んだなんて嘘。まあ俺には幸い嫁も子供もいなかったんで、別に死んでも悲しむ人間ありゃしない。それならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてね。それで花屋さんに頼んだんです。そうか。でも青木は今でもお前のことを探していたぞ。そうですか。やったな。俺のことは青木には黙っていてください。お願いします。ああ、分かった。それじゃあまた。Ah!
風俗怒りが欲しくて。ごめんなさい。Yeah! Yeah! Oh, la, 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 la,
せや。また来るで。おもろいな。おお。逃げろ。うん。一人か。待てよ。何か勘違い。うるせえ。組長に言っとけよ。娘さんは、杏花は俺が幸せにしますってな。やるしかねえんだ。逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。え、じゃああんた後部組？違う。訳を話せ。どうなってるんだ？追われてるんだ俺たち。強化の親父、後部組から。何があった？強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ？デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた悪いけどもう行っていいか？ダメだ。お前ら、タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞ。こらなんだおっさん。行けよ高志、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと？行け。すまねえおっさん、今さら謝っても遅いぞ。おい、一つ貸しとくからな。Yeah!
明石のことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。辻門が網張ってるからな。なんでそこまでするんだ。あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。手間のかかるガキだ。おお、いきなりだけど。いや、あ、何、
ええ。貴様
どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずくでも。高志はどうする気？お嬢をたぶらかしたガキです。きっちり落とし前つけさせていただきやす。そんな。違うの。私が一人でお金を持ち出したんだから高志は関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。京花、下がってろ。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても京花を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ、引っ込んでろ。そうはいかねえ、あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。死ぬ気あるぜ。じゃボケ、大した根性だな。この人数相手に話は締めだ。やれ。たかし、ああ、取った金は置いてけ。ずうずうしすぎる。わかったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、挙句にはメールで組抜けるってか。は、黙りなさい。いいよたかし、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その。ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。たかし、俺確かに今は半端です。でも目いっぱい働きます。頑張って頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。高志、よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。
あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え？京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、強化を。よろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父。俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。
Oh!
さすがや。おもろいな。ああそうだ、そういえば高志の連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。京花って女の親父さんか。俺にくれるのか。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。まあせっかくの差し入れなんだ、もらっとけ。ああ、それから実はこの地下街にはちょっとしたカジノがあるんだが、お前も入れるようにしといたから、暇があったら行ってみな。もしもし。ああ、キリュウちゃん、私レイナよ。ああ、どうした。伊達さんがセレナで酔いつぶれてるの。ちょっとセレナに来てくれないかしら。分かった、すぐに。それじゃ早く来てね。
その気にさせたんじゃねえか。私知りません。勝手なこと言わないでよ。いいからこっちおいでって。何にもしないんだからさ。嫌です。何を。おい、この役を舞ちゃんこっちに渡せよ。口の利き方を教えてやる。なんだよ、そんなんでビビると思ってんのか。消えなさいよ、この酔っ払い。くそ、散るか、ナブス。ありがとうございました。あの親父超しつこくって。あ、私、マイって言います。もしよかったら、すぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか。いいんだ、気にすることはない。そうですか。気が変わったらまた声かけてくださいね。待ってますから。あ、気が変わりました。お店すぐそこなんです。行きましょう。はあ、行こうか。ここ私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから気をつけるようにはしてるんですけど、お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。私、男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点お兄さんは凄みもあるしワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。お兄さんは舞のことどう思います？
まだ会ったばかりだ。よくわからんな。だったらもう少しお互いによく知り合うべきですよね。舞のことお兄さんにもっともっと知ってもらいたいな。隅々までね。遠慮しないでね。舞のおごり乾杯しよう。二人の暑い夜に。ああ乾杯しよう。すごい強いのねお兄さん。きっとあっちの方も私ねお兄さん、ここんとこついてなくてさ、男運が悪いっていうか。でもそれも今日でおしまいかもね。私今夜はいろいろ忘れたいな。だからもう少し付き合ってね。乾杯。今は飲む気分じゃないんだ。え、どうして舞と乾杯してくれないの？お客さん、女の子を泣かしちゃいけねえんじゃねえのか。ここで飲まねえのは男じゃねえな。お願いお兄さん、舞と乾杯しよう。今は飲む気分じゃないんだ。おいお客さん、こっちもボランティアじゃねえんだ。あんた飲みに来たんじゃねえのか。ねえお兄さん、マスターもこう言ってるし乾杯しよう。飲まないと言ったろ。どうしても飲まないってのかい。睡眠薬入りだな、この水割り。どうしたのお兄さん。客を眠らせてぼってくる。マグロって言ったが、古い手だ。人聞きの悪いこと言うね。この女もグルだ。さっきの酔っ払いもなかなか手が込んでるな。あんまりわけわかんないこと言ってると。なんだってんだ。あんま荒っぽいのは趣味じゃねえんだけどな。構うことねえ、やっちまおう。上等だ。勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい、あの詐称ですが、ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。無理だな。もちろんこれだけじゃありません。お耳寄りな情報がありまして、あのあるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。出入りの合言葉は半ちゃんラーメンつゆだく。あとは店の主人が案内してくれますから。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。
た。お、後悔するな。いきなりだよ。ほら、出すもん出せ。目障り。キリュちゃん、最高のどつき合いにしようや。相変わらずだ。まだや。
さすがや。せや。またな、キルちゃん。おもろいな。姉ちゃん、一緒に遊ばねえか。とりあえずてめえ殴るわ。いらっしゃいませ。何？いや。何やって？Yes.
あまあまや。医療をお求めの方。キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒をどうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。なんでいつも来てくれないのよバカ。何何。サヤって女からだが、伊達さん約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺、ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園があるの。おじさん、どこ行ってたの？出かけるなら起こしてくれればよかったのに。ああ、すまなかったな。まだ少しだけ用事があるんだ。待ってられるか？うん、大丈夫だよ。行ってらっしゃい。いらっしゃいませ。いいな。ありがとうございました。おじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でも OK。 条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。どういう意味だ？え？どういう意味って。ごめんね、やっぱ何でもない。でもどうすんの、サヤ。すぐに見つかるって。行こう。サヤ、ちょっと
伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか。はあ、知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの。お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。チクりたきゃチクりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さや。おじさん、さやの味方？多分な。そっか。実はね、さや、変な男にはまっちゃってんだ。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。それで？なんか金のかかる男なんだって。それで、あの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえおじさん、あの子やばいかも。おじさん強そうだし、さやのお父さんの友達なんでしょ。なんとかできない？いらっしゃいませ。ほほ。
ありがとうございました。おおおお、いらっしゃいませ。翔太郎はいるか。お客さん、知り合いかい？そうかい。で、注文はしないのかい？そうだな。一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。わかりやすい質問だな。ま、わかりやすい質問だったか。そうだよな。気に入ったぜ。教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって店だ。この町一のホストになるんだと。翔太って名前でいるはずですよ。翔太郎なら。大丈夫か？ちょっと何するんですか？え？ほら、誰だこの男。知らないわよ、こんな人。この野郎、俺が知らないうちに男作りやがったな。違うんだって、ジュンちゃん。あ、すまん、余計なことしちまったか。俺はてっきりこの女性と俺は何も。覚悟はできてるか？ちょっと純ちゃん、やめて、やめてよ。よせ、落ち着け。やめて。おい、そんなもん出してどないする気や。うわあ、うん、せい、とりゃ、どうだ。
おい、ちょっとお前。さあ、今のうちに逃げて。そうじゃねえ。っていうか、やめろ。行って、行ってよ。そちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私なら大丈夫。こういう輩はきっちりと将棋しないと。違うんだ、人の話を聞け。こら、何やってるんだ。あ、お前らさん、ご苦労様です。実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫？ね、大丈夫なの？どういうこと？まあ、カップルの痴話喧嘩ってやつだな。ああ、あの二人がカップル。ってことは、脅してたチンピラってのはお前か？は？いや、勘違いだ。俺も初っ端に勘違いしたが。署まで同行してもらうぞ。違うんだ。一緒に警察に行きましょう。は？私も勘違いをした。そしてあなたも勘違いをした。ここは男らしく言い訳せずお縄につくということで。何言ってんだ。お互い正当防衛だ。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。何？つまりどういうことなんだ？あの男が女性から金をせびろうとして女性は嫌がっていた。血は喧嘩とは知らなかった。止めに入ったら男が俺に喧嘩を吹っかけてきたんだ。そうなのか？はい、すみません、お騒がせして。そして途中、この顔のでかい男が急に入ってきて、チンピラをやっつけちまった。そうです。なるほど。もういいか。すみませんでした。いや、もういいです。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく、さあ。すまなかったな。あんたには迷惑かかっちまった。いえ。それにしてもすごい技だったな。柔道をやってたのか。では篠原さん、最近は物騒ですからお気をつけて。篠原、なんで名前を。あんた有名なのか。現役はもう引退してまして、それでまあちょっとした観光に。でもこういう場所を歩くのは慣れていないんで、迷ってるうちにさっきの現場に出くわしまして、本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。そうだったのか。迷惑かけたついでだ。俺でよければ案内するぜ。本当ですか？よろしくお願いします。
そこのお前。キリュウさん、いらっしゃいませ。お一人ですか？いや、翔太ってのは来てるか？ええ、翔太なら。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと伊達さんか？さや、お父さん、お客さん困ります。どけ。翔太、大丈夫？さや、お前こんなとこで。こんなとこで何よ、今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それはお父さんはいっつもそう。会ったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして、そのくせこんな時だけ父親ぶる。さや、帰るね。さやちゃん。くそ。な、何よ、あんたたち。さや。何やってんだ。なんだおっさん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金？ああ、この女ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ、おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。キリュウ、お前、てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。あの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。
遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。翔太が言ったの。町金から借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのか。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがない。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。その町金の場所わかるか。ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。キリュウさんってお父さんとどういう関係なの？ん？まあ仕事関係で世話になったことがあってな。やっぱりそうじゃないかと思ったのよね。わかるのか？だってキリュウさんどこからどう見てもヤクザだもの。四課の人って本職の人よりそれっぽいって言うじゃない？え？四課？ほんと刑事って周りのこと見えてないんだから、もっと普通の公務員らしい格好をしてほしいのよね。まあそういうことにしておくか。さやはいつからカムロ町に出入りしてるんだ？半年くらい前から。学校もつまんないし家でも喧嘩ばかりだし、そんな時翔太に出会って。借金をする羽目になった。子供が背伸びして大人の世界に首突っ込んだ結果がこれだ。一人前に扱われたかったら自分で自分の責任を取れるようになるんだな。ちょっとそんな言い方。俺にもそういう時期があったんだよ。え？自分が何もできねえガキだということも分からず勝手に突っ走った挙句周りに迷惑をかけちまった。キリュウさん、まだ手遅れじゃない。伊達さんのところへ急ごう。うん。お。伊達さんとは普段どんな話をするんだ？最近は何も。ドタキャンばっかだし、あったらあったでつまんなそうにしてるだけ。この間なんか髪型ガラッと変えていったのに何にも言わないし、刑事のくせに勘が鈍いんだから。それは違う。伊達さんはきっとお前の内面を大事にしているんだ。内面？ああ、お前をサヤという一人の人間。その態度が気に入らねえ。じゃあまだ。話をつけに行くって言ってたけど
大丈夫かな。話して片付くほど借金は甘くないぜ。話しても無駄ってこと？なら、なんでお父さんはあいつらのところに行ったの？伊達さんは何も考えちゃいねえよ。え？自分の娘が売られるかもしれねえって時にいちいち考えて行動なんかできないさ。とにかくお前を守りたい一心で向かったんだ。お父さん。お前ら。ねえ、あんた、さやの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ？店のツケが20。俺が建て替えたから利子と合わせて400。翔太はさ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったら、さやちゃん、しょうがないでしょ。おい、翔太！何やってんだ！こいつ、サツか！へぇ、四か、丸棒じゃねえか。マジか！やべえじゃねえかよ。まあ、待てよ。お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたら鞘の借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ翔太。なんで？薄情な親父だね、あんた。娘大事じゃないの？大事だ。大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はさやの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあさやはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはさやより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げ切れないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん！なんだてめえ！あんた、初めっからグルだったわけだ。腐ってるぜ、お前ら。一緒にぶっ殺してやる。400だって？冗談にしても笑いやしねえな。いえ、証文出せよ。
借りができたな、キリュウ。いや。お父さん。普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。お父さん。さや、俺はダメな親父だ。10年前、お母さんとお前から逃げ出した。だから、お前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サエが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目に遭ったら、俺は守ってやる。守ってやるから。分かったから泣かないでよ。キリュウ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい、伊達君。今のが伊達刑事かね？はい。どうだ、須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが、捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか？わかりました。その様子じゃ、柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき。聞いたで、踊れの子分に手合いとるようやの、錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろが。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。
風間はな、キリュウに組を持たせたいだけや。キリュウのやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが、キリュウの評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。おい、キリュウ。こいつを見てくれ。これは？今朝、東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨。死因は頭部挫傷及び出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。これはどうした。この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないか。ああ、こいつは二代目歌堀の仕事だ。この堀氏は必ずどこかに自分の名を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその彫師が。ああ、俺の背中も彫ってくれた。占領通りとピンク通りの間の竜神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら遥かには酷だ。あいつには伏せておく。ああ、ちょっと出てくる。いってらっしゃい。Thank you.
あの、うん、はい、うん。
何？ええ。お久しぶりです。おお、桐生か。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れかどうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ、この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると？情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか？なんだと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。キリュウ、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ
今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か、お前は竜王、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と黄河を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて龍門に入る。龍門を登り切った鯉は龍に生まれ変わるんだ。やつは龍門を登り切ろうとしている。最後に龍になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。の居所が悪いんだよ。なんなんだ。
さすがや。せや。またな、キルちゃん。おもろいな。錦山がここに？ああ、はるかは東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。冴の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。聞き込みでハルカの足取りを追うんだ。登場会より先に抑えねえとやばいぞ。